聖安指定は、ベトナム元朝の第十代皇帝。イミナワ元副法、後に元と見てると改めた。わずか3日で廃位された、ク徳クカドの子ということで、反皇帝勢力との接触を防ぐため、同系ミカドの在位期間内は、母親と共に王宮内で軟禁されていた。19世紀後半から20世紀前半にかけて、ベトナムは、 フランスの侵略や植民地支配を受けた。同系ミカドの死後、フランス当局は幼い頃より、聡明さで知られた、彼が理想的な後継者であることに気づき、10歳で即位した。即位後もフランスは、聖康氏ミカドが、反抗心を持たないよう、教育に努めた。聖康氏帝も、この点は見抜いており、フランス人の前では政治に関心がないかのように見せる。一方、 民情を探るべく、王宮からたびたびお忍びで外出していた。聖安指定は、西洋文化に多大な興味を持ち、ベトナムの君主では初めて自ら自動車を運転し、髪型も西洋風に改めた。しかし実験を握るフランスには徐々に反抗心を持つようになり、それが露見して1907年に28歳で退位させられ、この維新三角に上位した。退位後は、 ベトナム南部の文太雲に追放されていたが、1916年、維新ミカドが反フランス勢力に加担して敗位されると、親子揃ってインド洋のフランス領レユニオン島へ流刑となった。以後半世紀近くを行き、1945年にベトナムへの帰国が許されたが、依然軟禁されたままであった。この間、ベトナム国の元首となったホタイテ帝とも会見している。 第一次インド市の戦争終結直前の時代に、最後にて75歳で死去した。流刑先で生まれた子供のうち数と、ビンジウは、ベトナム南部の関東に住んで大工となった。ビンジウの息子グエン・ホック・バオタイは、ホーチミン市でバイクタクシー運転手となった。ありがとうございます。